ミキール・ハウスマンはオランダ出身の俳優。HBO のドリームの薬物中毒のソニー役で主演。2012年、ナッシュビルの音楽プロデューサーのリアム・マクリニス役でゲスト出演。2014年からは HBO のドラマシリーズゲーム・オブ・スローンズにダーリオ・ナ・ハーリーズ役で出演した。日本ではミヒル・ホイスマン、ミヒブ・ハウスマン、 マイケル・ユイスマンなどの表記揺れがある一方、オランダ語のテキスト等で示されている発音では、ミヒール・ホイスマンとなるが、実際には、ミヒール・ハウスマンに近く、また、日本人の耳には、ミヒール・ハウスマンにも聞こえる。北ホラント州アムステルダム近くのアムステルフェーンで、生まれた。2006年、オランダの映画、ブラックブックに出演し、2009年、BBC のドラマ、マーゴットで、 アンヌ・マリー・ダフ・エンジル・ゲーム・マーゴ・フォンテインの相手役、ルドルフ・ネレーフ役で出演。同年、ビクトリア女王の初期の頃をもとに、ドラマ化した、ビクトリア女王世紀の愛で、エルンストに繊役を演じた。2010年から、HBO の連続ドラマ、トリームで、キーボードとギターを演奏する、流しの音楽家、ソニー役を演じた。このドラマのために、ニューオーリンズで、 地元の演奏家、デイビス・ローガンからピアノを学び、ローガン自身はデイビス・マカラリー役として、スティーブ・ザーンにより演じられた。ありがとうございます。